恩人の義景や友長政の敵対、濃姫の死、度重なる不幸が光秀の心に大きく影を落とす。しかし光秀は信長の決意に沿うため浅井朝倉との交戦を決意。その後姉川にて勝利を収めた。そんな中浅井朝倉への加担を表明し、信長の動きを妨げようとする勢力があった。比叡山延暦寺である。比叡山側の度重なる挑発に業を煮やした信長は家中の反対を押し切り、比叡山攻めを強行した。比叡山焼き討ち。焼き討ちか、はあ、おお光秀殿、先の表情でのお心配り平に感謝いたしまする。久秀殿、俺はそのようなつもりでは。古き剣人は打たれ滅びるが定め。光秀殿と志がいつであったこと、まこと後人の至り。それはどうかな久秀。なあ明智殿、あんたまだ迷ってんじゃねえのか。正直迷いがないわけでない。比叡山を攻めれば民をも巻き込むことになるのだからな。だが俺は俺の正しきことを貫くと決めた。今さら迷ってなどいられない。ふーん、正しきことね。そんな悲壮な面で言われても説得力ねえがな。まあせいぜい頑張ろうや。俺たちの正しきことをなすためにな。僕の策に期待して。よし、気張っていくか。
この機に比叡山を完膚なきまでに叩く。敵方に加担する者は見つけ次第討ち取れ。二度と盾つかぬよう焼き払ってくれ。三太夫、手はずは整っていいよな。万事抜かりなく、俺の手下には火付けの手だれが揃ってますんでね。攻めてきたぞ。お堂に近づけるな。邪魔する者に容赦はいらない。蹴散らせ。敵は最下衆に加勢を頼んでいるようだ。いずれ棟梁の孫一も現れるだろう。最下衆、火攻めの邪魔をするか。先に片付けておけ。決まっていくぜ。敵将、ぶった切っといたぞ。力及ばずか。三太夫以下、伊賀者たちがおらねば火攻めはならぬ。守ってやらねばなるまいな。やっとけ。味方本陣の守りは池田殿ですか。あちらにも気を配らねばなりませぬな。よし、火をつけろ。やっちゃおうか。まずい、大切なお堂に火の手が。散らかせよ。こっちにまで火の手が。逃げろ開門。火に追われて出てきた。奴らを逃すな。敵将、討ち取ったよ。聞かせていただこう。まずいこの子が言うものか。よし行くか。任されて。軍師だって分働きしないとね。ほら焼き払え。火がついたぞ。ザコど、死にそうか。皆の衆、支度を急ぐのだ。こりゃひどいな。あの時俺が信長を仕留めてりゃ。よし行くか。用があるのは信長だけだ。どけ。あいつは市長さんを撃ったヤタガラス。今度こそ逃がさねえぞ。またお前か、しつこい嬢ちゃんだ。焼きが回ったか。棟梁が引いちまっただと。おいおい、俺らだけでどうしろってんだ。
名山の禁忌を破るとは信じがたき外道よ。我ら上杉が蹴散らしてくれよ。上杉、いらぬ干渉。全軍上杉勢を迎え撃て。上杉は敵の加勢に、もしや剣心殿。邪魔すんじゃねえ。調子が出てきたぜ。野郎ども、焼き討ちを進めるぞ。決まっていくぜ。爆笑ぶった切っといたぞ。耐えきれ、聞かせてもらう。者ども急げ。根本中道を守るため、織田の奴らを押し戻すのだ。喜ばしい活躍ぶりだ。かなう相手ではなかったか。邪魔すんじゃねえ。最下手、また邪魔な手をするつもりか。やつらを残らず討ち取れ。敵将ぶった切っといたぞ。意地は見せた。もうよかろう。自らご活躍とは恐れ入りますな。やっとけ。撃ち取ったぜ。かなう相手ではなかったか。雑魚ども邪魔すんじゃねえ。邪魔者どもは消えたか。敵将ぶった切っといたぞ。耐えきれん、引かせてもらう。もののふとして一層励みなされ。決まっていくぜ。敵将ぶった切っといたぞ。叶う相手ではなかったか。誰も俺を阻めばせん。根本中道の火攻めを急げ。そう仕上げだ。火を放て。ああ、比叡山が誇る根本中道が開門。火付けはもう十分だ。忍びたちを、あとは好きに暴れてやれ。敗北条件変更。もはや焼き討ちは止められんか。よし行くか。ならばせめて織田本陣を落とすぞ。突撃だ。救援を急がねば本陣が危うい。敵将ぶった切っといたぞ。悔しいが、ここまでか。本陣の危機はひとまず去ったか。かたじけない。本陣を守り抜くため、私も力を尽くさねば。槍
の又沢天下無双よ。やられっぱなしじゃ最下衆の名が捨てるぜ。せめて一矢報いてやるぞ。開門。最下衆め、まだ残ってやがったのか。任された。やっちゃおう。乱世に正しきを示すため、謙信推薦、信長の非道を許してはならぬ。続け。やはり謙信殿も来たか。信長殿を守らねば。勝利条件変更。柔道までも焼き払われたか。織田は悪の権化を成敗してくれるわ。敵将、討ち取ったよ。よし、行くか。見上げたものだな。紀州最下衆の名にかけてその首もらうぞ。敵将、討ち取ったぜ。ここは引くほかあるまい。よっしゃ、最下衆は片付いたな。ここは引くほかあるまい。任された。意地は見せた。もうよかろう。その技俺にも教えてくれよ。よし、行くか。越後くんだりからわざわざ俺たちの邪魔をしに来たのかよ。世に正しきを打ち立てるためならば、日の元の果てでも上杉は現れるであろう。よし、行くか。ぶった切っといたぞ。意地は見せたわ。もうよかろう。喜ばしい活躍ぶりだ。耐えきれん。引かせてもらう。開いた。俺たちの勝利だ。
俺は殿、ここにおられましたか。信長様がお呼びです。急ぎお戻りを。そうか、わかった。殿、もう楽になられてはいかがか。な、利光、お前何を。最近の殿からはかつての正気が感じられませぬ。姫様が亡くなられて以降、特にこれ以上弱っていく殿をただ眺めてはおれぬゆえ、殿、どうかどうか御身をいたわられよ。利光、お前にそのような思いをさせていたとはな。だが俺は歩みを止めるつもりはない。殿、姫様を亡くしたあの日、俺は信長殿と誓った。女王を殺し天下一新へ邁進する信長殿を必ず支え抜くと。だから俺はまだ止まれない。すまない利光、心遣い感謝する。殿、なぜあなたはいつも。来たぞ、明智殿。で、なんだよ話って。実は折り入って桃地殿に頼みたいことがある。信長殿をあえめんとした企ての首謀者を探ってほしい。なるほどな。あの八田ガラス、西下孫一だっけか。あいつの雇い主を突き止めろってことかい。な、さすがは桃地殿、話が早い。では早速。聞こえちまった、その話。俺にも協力させてくれ。孫一を取り逃がした罪滅ぼしってわけじゃないけどさ、俺は親父の気を晴らしたい。少しでも親父に笑ってほしいんだ。泣かせるね、その殊勝な心掛け気に入ったぜ。美月、お前の力貸してもらおうか。わかった、桃地さん、俺頑張るからな。すまない桃地殿、美月ともどもよろしく頼む。ああ、任せとけ。きっちりやることはやらせてもらうぜ。